第51回万記念が、えー、間近に迫ってきました3連覇を目指す俺の心そして帯広記念で、えー、初めての9 0 0キロのレースを、えー、2着に構想した戦国エースが、えー、ここに来て調子も上げてきているということで意外と「万芸記念」というのは初挑戦の馬が、えー、頑張って結果を出すということもお過去のお経験でも生きているところはありますので、えー、いきなり戦国エースが もう昔ほど第二障害に苦労することがなくなってきているという状況を考えますと、えー、だと俺の心もかなえる可能性というのはやはり考えたいなというふうにも思っています、えー、ただ、えー、前回あたりでも俺の心は坂を降りてからのお決め手というのはやはり目立つところがありました高重量戦になれば、えー、他の馬も第二障害は苦労します。えー、俺の心も 基本的には障害には課題を残す馬なんですけれども、えー、高重量戦だと意外とその心配されているほど第二障害で時間がかかるということもありませんですから、えー、俺の心の3連覇というのがやはり濃厚という考え方を見ていますそして戦国エースを対抗というふうには思っていますがやはり11歳でも過去に万栄記念を勝っている藤大ビクトリーこのレースが引退レースとなるそうですが えこの富士大ビクトリーの2着というのも視野に入れた馬券を考えたいなと思っています本命は俺の心、対抗戦後クエース、黒三角は富士大ビクトリーえそして公主派運えこのような順でえ印を考えています第51回万芸記念、皆さんで大いに盛り上がっていきましょう